こんにちは。カナダ第10年も達です。ニューヨーク州大陪審招集ニューハンプシャー州検査続報ということでお話をしていきたいと思います。はい、えーとでは連日お話ししているニューハンプシャー州ウィンダム検査からいきたいと思います。えっ、ー、と、まず現時点ではなんで今回ウィンダムの、えー、州下院議員選挙が変なことになったかって言うと、まあ投票用紙についていた折り目、それが原因だっていうことで。まあ、公式の。 発表では落ち着きそうかなっていうところは正直ありますね。で、個人的にも結構それで腑に落ちてたので、まあそういうことかなっていうふうに思ってたんですが、一つ面白い話が出てきていまして、えー、ニューハンプシャー州の投票結果を分析した人、これニックさんっていう人なんですが、えー、この方がご自身の YouTube チャンネルで、あの、その解析結果を紹介してるんですね。そうすね、かなり怪しい点があります。 はいえ。今回何がいけなかったかっていうと、郵送投票でをしたいっていう風に申請した人に投票用紙を送るときにえ、機械で三つ折りにしてたんですよね。で、そうすると、あの三つ折りにした時のその折れ目が、えー、見事に民主党候補のクリスティっていう方のね、あの、マークの部分にドンピシャで折り目がついちゃってて、で、それを投票機器が勝手に投票してるっていう風に読み込んじゃってたっていうのが今回一つの大きなエラーなんですよね。 はい。えただあの、ウィンダムの検査結果でも一つね、あの、未だに謎だったのがえ、投票機器によってその折り目をマークと誤認識する率が全く違うっていうことなんですよね。投票機器1よりも投票機器2の方が倍以上をえ折り目をマークと誤認識して読み込んでるということで、そのあたりの差ってどういうことなのっていうことで、それは未だに謎だったんですね。で、今回このニックさんが一つ、あの、 調べたのが、ウィンダムだけじゃなくて、ニューハンプシャー州全土の投票結果を、えー、分析したんですね。で、具体的に誰に投票しているのか。まあ、これはあの、公式データあるので分かります。で、さらに、これどうやってゲットしたのかよく分かんないんですが、過重投票が何票あったのかっていうところもなんか分かってるそうなんですね。で、えー、っと、その、 これを調べた結果、ウィンダム以外の軍でも同様のことが起きていると。要は、過重投票が明らかにおかしい異常値をきたしているっていうことが分かったということなんですね。まあ、つまりえ、これ何度とかお話ししましたが、ニューハンプシャー州全土で同じ投票機器使ってますから、まあ、同じように、えー、折り目を投票と勘違いしちゃって、で、えー、結果その過重投票になって読み込んでくれなくなっちゃってますっていうことが、まあ、ただ起きていると。ただ、えっ、ー、と、 おかしなところがですね、ウィンダムでは、州の下院議員選挙の結果だけに影響があったっていうことが、まあ一つ手集計の結果わ分かってるんですね。ただ、このニックさんの研究というか分析によると、すべての選挙結果で起きている可能性があると。ウィンダムは違ってたけれども、他の軍ではすべての選挙結果がおかしなことになってると。これ例えばですね、うんと、ちょっと読めないんですよね、ちっちゃくて。メリー、メリー、 メリマックかなメリマック軍っていうところがあるんですが、えー、その軍の、では投票機器が合計9台使われているそうです。で、9台中3台が、えー、異常値を出してたと。要はマークを明らかに誤認識、かなりの量でしていることが分かってるということなんですね。はい。で、えー、っと、これ黄色のところがそうなんですが、これ一番上がこれ大統領選挙の結果、これ州知事選挙。で、これが何だろうこれ。えー、っと、ユナイテッドステイツのなんだこれ。 多分、えっ、ー、と、州、えっ、ー、と、連邦上院議員選挙だと思います。はい。で、えっ、ー、と、もう一回目ですがウィンダムで変なことが起きたのは、州の下院議員選挙だけなんですね。ただ、このメルマックっていうところに関しては、すべて、これあの、本当は下にもページが続いてるんですが、基本的にすべて、えー、異常値を、えー、投票機器3番、6番、9番はず全部出してたんですね。 これがウィンダブとの大きな違いなんですよ。で、しかも、その過重投票が異常値だった投票機器では、軒並み民主党候補者が勝ってるということで、 あの、不思議なんですよね、そこがね。で、他の投票機器、同じ地区内でも、おん他の投票機器では、基本的にその共和党が勝ってるのに、異常値出てるところだけ民主党が勝ってるということで、まあ、これはあの、マークを読み込んだ結果だとは思うんですけれども、なんか変な感じするよねっていうことなんですよね。はい。え、ただですね、今僕自分でも喋ってて、あの、まだ、あいちょっと、ふわふわしてる感じなんですが、あの、その元のデータをうまくゲットすることができてないんですね。あの、データの出所が不明なんですよ。 あの、というのも、州務長官室発表のデータを確認したんですが、過重投票みたいなそういう詳しいデータって載ってないんですね。あの、具体的にその、え共和党候補者に何票、民主党を何票、でえ、レバタリアン党が何票みたいな感じでは分けられてるんですが、その後さらにのその過重投票であったか無効票の数っていうのは載ってないんですね。なんで、それをどこでどのように風に入手したのかが分からないので、まだこの話に関しては、まあ、個人的には保留にしてあります。ただ、あの、こういう話はありますよって感じで、 え、皆さんにご紹介しましたが、えっ、ー、と、一応、もう本人に直接メールをして、で、あとコメントもしてみて、あの、返事が返ってきたらいいなっていう感じにしてるんですが、あの、どっからゲットしたのかっていうのをちょっと今聞いてます。まあ、なので、それがすごく信憑性のある話だったら本当にやばい話だなっていうふうに思いますし、えっ、ー、と、なんか、あやふやだったりとか無視されたらもうこれ以上は深掘りできません。はい。とりあえず、こんな感じの話があるということです。 はい。なんで今の話はあの非公式な話になります。で、続いて公式な話になるんですが、えー、っと、今日検査がまだされてるんですが、エアスプレー、あのパソコン機器とかのホコリを吹き飛ばすためのあの、 空気だけが出るスプレーですね。あれを使って、投票機器内に溜まっているホコリを除去して、で、読み取りに影響があるかどうかっていうのを実験してみたそうなんですね。で、その結果、清掃した後に読み取り精度が上がったと。これがその具体的な、えっ、ー、と、結果になるんですが、まず、清掃する前は、えっ、ー、と、23票しかちゃんと読み込まずに、208票は、えー、全部、なんか変なエラーになっちゃってたと。 で、い、もう、要はあの、折り目を読み、折り目を投票だと勘違いしちゃってるのが208票あって、で、折り目を読み込まずに、えー、ちゃんと読み込めたのは23票だったんですね。で、えー、掃除をしたらですね、それが変わりまして、えっ、ー、と、なんか合計値もちょっと違いますから気にしないでください。えっ、ー、と、140票を、うんと、読み込まなく、あ、合計値同じですね。ごめんなさい。はい。えっ、ー、と、140票を、 うんと、うまく読みの込めなかったですね。折り目を表と勘違いしちゃってるのが140。で、えっ、ー、と、折り目を表と勘違いせずに正しく読み込めたのが40票ということで、えー、明らかに精度は上がってるんですよね。はい。まあ、なので、現時点では投票機器によってその折り目をご認識する数に差があった理由っていうのは、単純に汚れが溜まってて、そのスキャナーのスキャンする部分が読み込みづらくなってたっていうところが、えー、可能性としてあるということですね。 はい。ま、あ個人的にはね、今回その折り目が原因であるとか汚れが原因っていうのは、まあ、結構あの納得のいく話ではあるかなというふうに思いますから、えー、結構腑に落ちてるんですね。ただあの、ニックさんの分析結果ですよね。そこに関しては元データがどっから来ているのかよくわからないので、えー、まだ信憑性が謎です。はい。まあ、なのでこれに関してはまた信憑性が上がるようなことがあったらまた皆さんにね、あの、 え、続報をお伝えしたいなというふうに思いますが、現時点では僕の立場としては、えっ、ー、と、公式に出ている話ですね。そちらをまあ、あの、個人的には信じているというところがあります。はい。ということで、ニューハンプシャー州に関してでした。で、次にニューヨーク州の大陪審招集ということで、これ昨日ね、あの、いろんな話が出てたんですが、えー、ニューヨーク州で大陪審が招集されて、トラさんのビジネスに関する犯罪行為が基礎相当かどうかを審議するということになったと。で、これ第一報出したのがワシントンポストの報道です。 はい。で、えっ、ー、と、これなんですが、あの、もともとね、えっ、ー、と、ニューヨーク州の地方検察官が2年以上にわたってこの疑惑ってずーっと捜査してたんですよね。で、司法長官もですね、刑事事件捜査を開始したっていうふうに先週発表していまして、えっ、ー、と、なんか、具体的な証拠が固まってきたみたいな発表があったんですね。ただ、あの、 どのような証拠ができたとか、その辺に関しては喋らないとは言ってたんですが、えー、とりあえずまあこんな感じでなんか話がどんどん進展しているっていうことはですね、立て続けに報道はされていました。で、なんかついに、あの、 ま、起訴するかどうかっていうところまで来てるということなんですね。はい。元々あった疑惑っていうのは、ニューヨーク州に持つ、えー、土地の資産価格を不正に操作して、で、その結果銀行からの融資を不正に受け取ったりであるとか、あと保険会社の保険金をね、あの、同行したりとか、まあ、いわゆる詐欺行為ですよね。で、あとは脱税にも繋がりますから、脱税行為があったかどうかっていう疑いでずっと操作がされていたわけなんですが、えー、今回ついに起訴相当かどうかを、まあ、判断させるところに来てるということだそうです。 はい。で、えっと、大陪審ってなんか名前聞くとすごい物々しい感じするかもしれません。これどんなものかご紹介しておきたいと思います。えっと、アメリカ国内48州でこの大陪審っていうのは導入されていまして、州によってなんか多少変わるようなんですね。なので、あの、ニューヨーク州の場合っていうので、あの、ニューヨーク州の司法委員会が、あの、出している資料を元にご紹介したいと思います。えっと、まず、陪審員に選ばれた州民に、検察官が証拠を提示して、 基礎相当かどうかを判断するもの。これが大陪審です。なので、有罪無罪とかを決めるものではありません。で、えー、有罪無罪を決めるわけではありませんので、基本的には容疑者の弁護人の出席はなくて、えー、検察官と陪審員だけでやり取りするということだそうです。はい。 で、人数なんですが、23人の陪審員が選ばれて、で、この中で12人以上、まあ、あの、16人以上が出席しないと、まずもう成立しなくて、で、12人以上が起訴相当と結論出さなければ、そもそも起訴することができないということなんですね。基本的に日本ってあの、検察官がね、起訴するかどうかって決めるじゃないですか。で、それだと検察官が暴走するかもしれないからっていうことで、一般市民が、ま、その、いわゆる暴走を食い止めるための、えー、制度として、こういうのが、 組み込まれているそうです、はい、でちなみに、大陪審って聞くと、本当にすごい名前、なんか、物々しいんですけれども、なんで大ってついてるかっていうと、あの、この前の例えば、膝男事件ですよね。あれで、あの、有罪評決下した人たち、確か合計で16人ぐらいでしたよね。あれと比べると23人って多いじゃないですか。まあ、なんで、たくさんいるからっていうことで、大陪審っていう名前がついてるそうです。はい。で、えっ、ー、と、大陪審ではですね、あの基本的に複数の事案を検討することになるということなので、 一応その資料を読んだ感じで言うと、今回のこの大陪審ってのは別にトラのために招集されたわけではなくて、招集された大陪審の検討事案の中にトラさんのが一個含まれてるっていう話っぽいんですね。はい。あの、一応そのワシントンポストの報道でも他の事案も触ることになるっていう風にあったので、多分それで正しいと思います。ただなんか特別な 大陪審を招集したみたいな、あの、報道のされ方してるとこもあるので、ちょっと詳しいことはね、あの、完全に細かいところはごめんなさい、わからないんですが、一応、ワシントンポストの報道を信じるならばえ、複数の事案を検討することになるので、まあ、偶然、あの、それが入ってますよ、みたいな感じなのかなっていうふうに思います。はい。で、えっ、ー、と、もう一回言いますが、基礎相当かどうかを決める話なので、今回のこの大陪審によって、その、有罪か無罪かっていうところを決めるわけではありません。 はい。で、あとはこの、陪審員と検察官だけのやり取りになりますので、基本的にそのやり取りには裁判官であるとか、あとは、え、容疑者側の弁護士も、え、基本的には関与しないっていうのが、この大陪審の、え、プロセスになります。はい。あの、裁判官はね、あの、陪審員を選定するときには関わりますが、その後は基本的には関わらないと。 で、えー、弁護士もですね、なんか特別なことがあったとき、なんか要求があったときは参加するそうなんですが、基本的にはしないで、とにかくこの売信員たちがその起訴をするかどうか、まあ起訴状を作るかどうかっていうのを決めるんですが、まあそれをするというものになります。はい。なので、現時点で、えー、どうこうなるっていう話ではなくて、まあ話が進むか、ここで完全に終わるかっていうところで、えー、今、来てるということですね。 はい。で、まあ、これを受けてトラさんも声明を発表していまして、えー、これはアメリカの歴史に名を残す魔女狩りであると。でも、 血税48億をどぶねしてたロシア、ロシア、ロシア疑惑であるとか弾劾裁判とか、もうとにかく就任以来私への追及に終わりが見えないと。で、ニューヨーク州の司法機関が今すべきことっていうのは、過去最大になっている犯罪の激増をどうにかすることではないかということで、まあ確かにその通りなんですよね。本当にあのアジアヘイトとかね、もうそういうのが、なんかとんでもないことになってきてるっていうところはあると思いますから、そっちはどうなのかなっていうふうに思っちゃうところは正直ありますよね。はい。ただ一方で、あの、 なんだろう、普通に冷静に話をすると、犯罪って犯罪なんですよね。なので、この仮に、このトナさんの疑惑って事実だった場合は、これも結局その激増している犯罪の中の一つに変わりはないので、なので事実ならば他法で裁かれる必要はね、出てくると思いますので、まあそこに関してはね、などうすることもできないかなっていうふうに思いますの、思いますね。はい。し、あの、ダメなもんはダメです。はい。 で、一方で、じゃあこれどうなるのっていうふうに気になる方もいると思う,思うんですが、あの、証拠の提示があんまりないんですよね。なので正直その判断不能です。そのよくあるのがその疑惑がある疑惑がある疑惑があるってほどめちゃめちゃ出てるけど、うん、疑惑があるだけなんですよね。で、えっ、ー、と、決定的な証拠みたいなのがまだ提示されてない以上、よくわかんないっていうところしか、 言えないので、うん、なので、あの、現時点でどうなるのかはよくわかんないです。はい。まあ、なので、とりあえず一つ知っておくべきことは、今回その、起訴をするかどうかっていうところを判断すると。あちなみに、あの、期間は6ヶ月ぐらいかかります。なので、半年ぐらいしたところで、起訴するかどうかっていうところが決められて、で、その後、本格的に、えー、裁判に移るっていう形になりますから、あの、まだ現時点でその、有罪無罪を決めるっていうものではないっていうことだけは知っておくべきかなというふうに思います。はい。 ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。え最後はあの今日ですね、あの、この村で今、氷が降ってきまして <laughs>。で、あの、これカナダの家がそういうものなのかわかんないんですが、とりあえず、 田舎の家ってね、防音機能がほぼゼロなんですね。で、氷が降ってきた時の音はもうすごくて <laughs>。で、あの、僕の部屋1階にあるんですが、普段あの、リビングルームが2階にあるんですね。で、2階で普段、デブちゃんもタヌキもうろ,うろちょろしてるんですが、もう氷が降ってきた時はね、さすがに下に避難してきて、で、あの、これ、その狸くんが2階の,の方を眺めて、 警戒しているところです。<laughs> はい。えー、まあ、あの、こんな感じでね、あの、30秒ぐらい固まってたんですが、今日、あの、時間があったら、この固まってたところの動画ですね、それも上げてみたいなというふうに思いますので、ご興味ある方はそちらの方をご覧ください。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。